はい。では早速、二つの変量の共分散と相関係数。こういったものをご紹介していきたいと思います。変量 x と変量 y のデータの個数を n 個とし、そのデータの値をそれぞれ x1, x2,...xn、そして y1, y2,...yn とします。こういった二つの変量の関係について考えていきたいと思います。はい。 下の例は8人の生徒の英語の点数と数学の点数のデータであります。はい。A という生徒では英語の点数が1点、数学の点数が2点。B の生徒は英語の点数が4点、数学の点数が2点。こういった感じになっております。はい。これでこの2つの変量が出てきたときにどういうふうに扱っていくか。これが今回のテーマになりますね。 はい。続いて先ほどのこのデータたち。これをですね、こういった表に書いてみたいと思います。はい。まずは平均を出します。X の平均、つまり英語の点数の平均は5点でした。8人の英語の点数ですね。そして8人の数学の点数の平均点は4点です。こういったことが分かりました。 そしてそれをですね、縦書きで書いていきます。まずは変量を縦に書いていきますね。こうやって。で、生徒の名前ですね。で、この時に変量と偏差ですね。偏差をそれぞれ書きます。そして偏差の2乗を書いて。そして最後にですね、偏差と偏差の積。これをですね、書いていきます。 そして計算をしていくんですけども、まずは、まずは X の偏差から。これは次のようになりました。各データからすべて5を引けばいいですね。すると1、1-5でマイナス4となったりしていきます。例えば1、1-5でマイナス4になったりしますね。こういった偏差をずっと変えていきます。同様に Y もやっていきます。そして偏差は、 しっかりと合計が0になることに注意してください。はい。そして偏差の2乗は、こちらの式を見て、それぞれ2乗したものをここに書きます。y も同じですね。このように書きます。そして最後、偏差の積ですね。これは、ここの偏差の積を見て、それぞれの積を書いてあげます。当然、 マイナスになることもあるので注意してください。偏差の積はマイナスが出ることもあります。そしてですね、次に散布図というものをご紹介します。これはですね、英語の点数を横軸、数学の点数を縦軸にしました。この時、生と a は、英語の点数が1点、数学の点数が2点だったので、このような場所に点を打つことができますね。 そしてそれぞれ ABCDEFG の生徒はすべて点を打つとこのようになりました。こういったものをサンプ図と言います。はい。サンプ図と元のデータの変量を比べてみましょう。これがそれぞれ座標になっているようなイメージを持てばいいと思います。すべて座標のような感じですね。はい。そして、X の平均は5でした。Y の平均は4でした。 その平均の部分を、この散布図に点を打ちます。そしてですね、平均から右上、左下、右下、左上のようにですね、この領域に分けてあげて、ちょっとこの赤だったり、青だったりと、ちょっと着色をしています。これ実はどういうことかというと、はい。ここのですね、先ほどの偏差の積が、 正になる部分ですね。そこを赤いところで表してます。そして偏差の積が負になるような場所が青ですね。このように青で色分けしてます。はい。見比べてみましょう。確かに偏差の積が正になる場所と負になる場所でしっかりとですね、こう対応してますね。 例えば F は負なので、偏差の積が負なので、ちゃんと青いところにいますよね。例えば C だったら赤いところにいるので正です。例えば C の正と見てみると、偏差の積は3なので正の場所にいますよね。このように平均を元にして区分けができます。この時に、共分散っていうものを定義できます。それは何かというと、 偏差の積の総和ですね。それを個数で割ったもの。つまり偏差の積の平均値を共分散と言います。なのでこのような式で表現できますね。はい。そして次に相関係数というものをご紹介します。それはですね、次のように共分散というものを使って共分散を それぞれの変量、x と y の変量の標準偏差で割ってあげます。結構複雑で難しい式ですね。ちなみになんですけども、相関係数のこの式を見ていただくと、次のようにですね、それぞれ数式にできます。この時 n 分の1ってですね、ここでうまく約分されて、n 分の1がない形で表現できます。 これよく見てみると、ただただ合計と合計と合計、つまり、ルート合計、ルート合計分の合計、みたいな感じで覚えることができるのではないでしょうか。下の方がですね、あの、計算上は簡単なのかもしれません。もちろんですね、こちらの値が全部出てたら、当然こちらの方が簡単なんですけども、表を使っていくにあたっては、こっちの方が簡単かもしれないですね。 これですね、具体的に使ってみましょう。はい、先ほどの変量2つをまた用意しますね。生徒8人のですね、点数です。こちらを用意してあげます。そしてまず、X の分散は、ここの合計を8で割ればいいですね。生徒の人数8で割ったら出てきます。Y の分散は、ここの合計を8で割ればいいです。すると4分の31になりました。 はい、続けて、標準偏差はそれぞれ分散にルートを取ればいいですよね。はい、では次に、共分散です。初めて出ましたね。これは、ここの合計49を8で割ってください。なので、こういった表を書けばスムーズに出すことができますね。はい、では相関係数です。相関係数は S X、sx, sy 分の sxy なので、出てきたここの数字とここの数字の積が分母に来て、 上側に8分の49が来ます。これを計算してあげると、最終的には558分の49ルート93になりました。少しごちゃごちゃしてますけども、このように計算することができます。もしくは、ルート合計、ルート合計分の合計を使ってもいいです。これは一体何かっていうと、上側の合計はこの49を使ってください。で、下側のルート合計は54と62のルートをつけたもの。これが分母に来ます。 するとこれも計算すると558分の49ルート93となりしっかりと一致しましたねやはり相関係数や共分散を出すにあたってもこういった表がものすごく有効になるのでこの表をかける練習をしておきましょうここですね覚えるところははいもう一度見てみましょう共分散の定義はこのようになってます相関係数の定義はこのようになってます そしてですね、相関係数の特徴としては、必ずマイナス1と1の間を取ります。これにも注意してください。もしくは、ちょうどぴったり1か、ちょうどぴったりマイナス1を取ります。実はこの共分散っていうものは、その、x の偏差と y の偏差の積なんですけども、この積の和がですね、正か負かでこの共分散の政府が決まります。 はい。そして、r が1に近いほど相関があるというふうに言います。r イコールマイナス1に近いほど負の相関があると言います。はい。この相関があるというものはどういうことかというと、例えばですね、ヘン X は英語の点数でしたよね。英語の点数が高ければ高いほど、数学の点数も高くなる傾向がある。こういったことを相関があるというふうに言ったりもします。負の相関があるということは、 X のデータが高ければ高いほど Y のデータがどんどん下がっていくような関係性があるというふうに言うことができますそして r が0に近い時は相関がないというような言い方もしますはいでは次に相関係数 r は1小なりイコール =r 小なりイコール =1 であることの証明をご紹介していきたいと思いますこれは証明はなかなか知っている人もいないのではないでしょうか この証明方法なんですけどもはい、なんとこのコーシー・シュワルツの不等式というものを使いますこういった不等式ですねこれを利用して証明していきますまず AK を XK-X バー BK を YK-Y バーというふうに置きますコーシー・シュワルツはこの部分ですねそしてここの部分ですすると次のように このコーシー小ルツの不等式はこのように変形できますね。そしてそれぞれに n 分の1をですね、左辺と右辺に2回かけてあげます。ここ2乗がいるので、これ実質2回かけていることになりますね。するとここの辺に n 分の1が乗っかって、次のような式が出てくると思います。はい、するとですね、ここ見てわかる通り、これって、 X の分散の式ですよね。ここは Y の分散の式です。こちら側は共分散の2乗の式になってますね。なので、この左辺のですね、分散かけ分散ですね。X の分散と Y の分散で両辺を割ってあげると次のようになります。もちろん分散というものは正しかないので、このようにですね、 不等式の向きは変わってません。従って、このようにですね、相関係数の式の2乗というふうに出てきました。なので、相関係数を r と置くと、1、大なりイコール r の2乗となって、次のようにですね、絶対値1、1、大なりイコール r となる。従って、マイナス1、小なりイコール r、小なりイコール1となって、このコーシー・シュワルツの不等式から、なんと、 この相関係数の特徴を導くことができますとても面白いですねまたですねこのチャンネルのどこかで公式手話率の不等式についてを語っていきたいと思いますはいいかがだったでしょうか今回はですね相関係数や共分散こういった大事なものをご紹介しましたそしてその表ですねその表を使えることができるようになったり相関係数の特徴としてマイナス1と1の間を取る こういったたものを導出しましまね。じっくりこの動画を見てまた統計を深めてみてはいかがでしょうか今回は以上になります最後までご視聴ありがとうございました